ブランドン・カイル・ベルトは、アメリカ合衆国、テキサス州、中道チェス出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。ニックネームは、ベビージラフ。2011年4月6日2009年の MLB ドラフトで、サンフランシスコジャイアンツから50名指名され、プロ入り。2011年は開幕メジャー入りし、3月31日の、 開幕戦で、クレイトン・カーショーから、初打席初安打を放った。6月に疲労骨折で DL 入りした。最終成績は63試合で打率。225、9本類打、18打点だった。2012年は145試合に出場したが、一塁種としては、パワーの面で、物足りなさが残った。2014年10月4日。 ワシントン・ナショナルズとのディビジョンシリーズ第2戦、延長18回をもてに決勝のソロホームランを打ち、勝利に貢献した。なおこの試合の延長18回は、ポストシーズン史上対記録、6時間長の時間は、ポストシーズン史上初だった。2015年は2年ぶり2度目の規定打席に到達し、18、本塁打、68打点は自己最多であったが、 全体的には2013年の成績に及ばなかった。守備では一塁一手の他に、左翼手としても14試合を守った。2016年2月10日、620万ドルの1年契約に合意した。4月9日、2021年までの総額7280万ドルの5年契約に合意した。シーズンでは、打率、本塁打数は例年並みながら、 昨年から倍となる104式を選んで4割に迫る出塁率をマークし、終盤では2番打者として起用された。2018年4月22日、ハイメ・バリアとの対戦で21球を費やすメジャー記録を更新した。ブランドンベルト・コントラクト、サロリス・アンド・トランザクションス、spotrac.com。2017年7月22日閲覧。 ベルトグリス2ワン、イヤーディールウィズジャイアンツ MLB.com 2016年4月10日へ図覧ジャイアンツのベルトが5年延長で合意日刊スポーツ2016年4月10日へ図覧ベルトサインズコントラクトエクステンションスルー 2021MLB.com 2016年4月10日へ図覧ありがとうございます